コジュニアのウクレレ動画。はい、皆さんこんにちは、島村楽器のウクレレ担当カーラエコジュニアです。今日も見てくれて本当にありがとうございます。今回はですね、ウクレレのハイコードについてちょっとお話をしたいと思います。ハイコードというのは主にだいたい5フレット以上のところのポジションを押さえて押さえるコードのことを言うんですけども、よくこういうねコードの押さえる場所を調べるときにこういうようなコードブックっていうのを、見たりとかしますけど、だいたいこのコードブックにはこうやって見ると、例えばこうポジションがね、このナットの近くのポジションのいわゆるローコードって呼ばれるやつと、もう一個ハイコードっていうのがこう載ってますよね。なんでこうやって2つも載ってるかってですね、覚えるのめんどくさいから1個でいいじゃんとか思ったりすると思いますけど、このハイコードっていうのを知ってると、すごく便利なことがあります。そう、例えば、ハッピーバースデーっていう曲ありますよね。コードが C F G7、 これ3つでできる曲ですよね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。で、今ローコード3フレット以内の C と F と G7 で弾きましたけど、まあ全然おかしくないんですけど、ちょっと違和感というか、ハッピーバースデーディアなんとかちゃんの時になんかちょっとこうテンションが落ちる感じしません？もう一回やってみます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアなんとかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。で、ちょっと落ちるような感じがするんで、じゃあちょっとこれをハイコードを入れてアレンジして弾いてみるとこんな感じにできます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear なんとかちゃん、 Happy birthday to you。 どうでしょう、こうやって徐々にポジションが上がってって、音が高くなってくるとなんかこうテンションも上がっていく感じになりますよね。はい、ハイコードも覚えるとこんな風にこうアレンジができるようになってくるんですね。なのでちょっとずつハイコードを覚えてみましょう。今日の練習パターン、ハイコードの練習パターンはこちらです。感じになります。まず F メジャー7、次に E マイナー7、 D マイナー7で C メジャー7、もう一回 F メジャー7、 E マイナー7、 D マイナー7、 C、こんな感じになります。ミニリパートンのラビユーになりますよね。じゃあちょっと押さえ方一個一個やっていきましょう。まず最初の F メジャー7、ローコードでやると実は A マイナー7と一緒の一番上の弦の1、2フレット、ここを押さえるだけで全部出す。これ実は F メジャー7と同じ音なんですけど、今回はハイコードなので
まず1,2,3,4,5,6 6フレット、あ、5フレットですね。5フレットを人差し指全部バレーしてしまいます。そして僕はね、小指がやりやすいんですけども、一番下の弦の、7フレットを、小指かもしくは薬指で押さえてください。で、この最初にね、このバレーという一本の指で複数の弦を押さえる、これなかなかね、こううまく押さえられない、なんか音がプチプチってような音がしちゃうって人がたくさんいると思うんですけども、バレーを押さえる時のコツなんですけども、ね、この人差し指でグーッとグーッと押し付けるっていうことをやってもあんまりこううまくいきません。ここを押し付ける力よりは親指をうまく使います。親指をこの人差し指よりもちょっとずらしてください、こっち側。そうするとこういうようなてこの原理が使えて、ちょっと手首をクックッってやるだけで力が入ります。親指を人差し指の真裏じゃなくてちょっとこっち側にこうずらして、こねる、そして2小節目 Em7 と3小節目の Dm7 というのは指のフォームは一緒です。まず中指で一番 Em7 は中指で一番上の弦4弦の、こちら4フレット、そして人差し指で下から2番目の弦の2弦の3フレット、そして薬指はこの中指の真下3弦の4フレット、そして小指で1弦の5フレットを押さえます。で、このフォームのまま3小節目 Dm7 に、これで一回指をパッと離すんじゃなくて、このまま横にスライドしてしまいましょう。そして最後4小節目 Cm7 は C が一番下の弦の3番目だったところをそれを1個ずらして一番下の弦1弦の2フレットになる、これが Cm7 です。じゃあちょっと一番上だけやってみましょうか。 1,2,3,4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 。下も実は最後が C メジャー7と C になるだけなんで繰り返しになりますので、ちょっとじゃあ一緒にやってみましょう。 1,2,3 F メジャー7 1,2,3 E マイナー7 2,3 D マイナー7 C メジャー7 2,3 F メジャー7Em7 Dm7 最後 C です。はい、いかがだったでしょうか。ハイコードを抑える時のコツとしては、あんまりこう握力とかでグーッと音が出ないからチッと思いっきり抑えるっていうふうにやっても実はあんまり効果ありません。どっちかっていうとその指の置いてる場所とかね、ちょっとしたそういうことが、音に影響してきますので、押さえる力というよりはさっきバレーコードの時は例えば親指の位置をちょっとずらしてあげたりとか、あと、例えばこの Em7 とかそういう時はその例えばこの 小指で一番下の弦を置いてますけど、それをなるべくフレット側にちょっと近づけてあげたりとか、なんかそういうようなことを一つ一つチェックしていくと、コツみたいなのがつかめると思いますので、ぜひ、頑張って練習してみてください。じゃあ最後にもう一回このコード進行を、画面に載せますので、ぜひスクリーンショットとかで撮って、普段から練習してみてください。じゃあまた。
最後まで見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げてきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マハロー。